この動画は大人あゆいに英訳されています。教科なく転用することを禁止します。食、それは生命の礎。清き海、強き山、優しき大地、神羅万象を取り込み己の糧とするがいい。お前が望むのならば知恵と勇気を授けよう。進め。振り返るな。食の道は険しく辛い。しかしその頂に至る時、お前は手にするだろう輝かしきマスターシェフの栄光を。険しく辛い食の道、その頂にたどり着く過程で降りかかる幾多の困難、無慈悲で公正なる試練を経て、あなた方が手に入れるのは絶望か喜びか。はい、というわけでマスターシェフに参加する皆さん、準備はよろしいですか？シラバスを熟読した上での応募とは思いますが、本プログラムをおさらいしておきましょう。マスターシェフは食堂でのお手伝いを通して調理技術を学んでもらう授業です。今は食堂で美味しい料理を食べている皆さんも、寮を出たら自力で食事を用意しなければなりません。外食ばかりでは食費がかさみますし、好きなものばかり食べては栄養バランスが偏ってしまう。そんなことで心身を崩しては魔法師として大成するなど夢のまた夢。末永く健やかで自立した生活を送るため、栄養素や献立についての知識をつけましょう。ナイトレイブンカレッジを進級卒業するには必修科目だけでなく選択科目の単位も必要ですが、マスターシェフの実食審査で良い結果を出せれば選択科目の単位を一つ獲得できます。審査員の胃袋をがっちりつかんで、料理スキルと単位の両方をゲットしてください。ちなみに審査員は我が校の生徒や教師の中から審査当日にランダムで選ばれます。なぜそんなシステムになったかって、それは事前に決定すると審査員に不正な取引を持ちかけて単位を取得しようとする生徒が続出したからですよ。まったく、どうしてそう悪知恵ばかり働くのか。おっと、話がそれました。そうそう、マスターシェフにはこのプログラムならではの嬉しい特典もあります。授業の一環とはいえ食堂のお手伝い、つまり労働をしてもらうわけですから、皆さんにはアルバイト代が支給されます。マスターシェフを通して働くことの大切さも学んでいただこうというわけです。いやー、太っ腹でしょ。お礼なんていいんですよ。何せ私優しいので。さあ、あなた方を実際に指導してくれるシェフゴーストたちを紹介しましょう。よろしく。彼らは生前5つ星レストランで腕を振るっていたプロフェッショナル。彼らの指導を受ければあなたたちも必ずや成長できるでしょう。慣れない作業に苦戦することもあるでしょうが、シェフたちの指示に従い頑張ってくださいね。では最後に、今回参加する皆さん、一人ずつ自己紹介と志望動機をお願いします。3年リリア・バン・ルージュ。志望動機は一つ、リベンジじゃ。入学してから今まで何度もマスターシェフを受けたが、なぜかいつも単位が取れなくての。じゃが今度こそ合格してみせるぞ。審査員がうますぎて涙を流すようなものを作ってな。2年 E 組、ジェイド・リーチです。僕が入っている同好会、山を愛する会の活動をさらに充実させるために参加しました。新しいレシピや調理法を覚え、応用力を磨くことで山中の食事をより豊かなものにしたいと思います。僕らの指導は甘くないぞ。しっかりついてきておくれ。お手柔らかにお願いします。楽しみじゃ。チャンネルの登録忘れないでね。